超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業、移住、出版、コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは、超ブレイク塾主催、西澤和弘、こじらせ男子、エモーショナルニート、ペットボトルの蓋をいっぱい集めましたが、ワクチンにはならないと知ってそのまま捨ててしまいました。43歳、27日にはうっかり誕生日を迎えてしまいました。ということで、今回はですね、先生と呼ばれるほどのバカでなしなんてね、読み人知らずの川柳がありますけれどもね、まあ先生っていうのは、ね、本来立派な、ね、存在だったはずなんですけれどもね、単にですね、欲に駆られた人がですね、その名誉ですとかね、崩して入ってくるお金とかを目当てになってしまうなんていう傾向がありましてですね、ちょっと今日はですね、その辺について語ってみたいなと思っております。それでは地道だけど鉄板の裏道ルートにご案内いたします。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。人間には三つの欲がございますな。食欲、性欲、海水浴と。ということでですね、鳥肌緑のカバーです、今のはね。私考えたわけではないというところでね、受けなかった場合のエクスキューズでございますけれどもね。先生のね、不祥事っていうのがね、先生と呼ばれる方の不祥事みたいのがね、まあ、今に限ったこっちゃなくてね、後を絶たないんですけれども、まあ、最近もね、非常にインパクトあったものがいくつかありましてね。まず一つ目が横浜市の校長先生。ね、まあ正確には元校長先生ですか。ね、フィリピンの、ね、ちょっと優にはばかられるようなところがありましてね。あえてぼかしても、まあ皆さんご存知かと思いますけれどもね。まあフィリピンでね、毎日規則正しくね、午後1時からね、午後5時まで10人ぐらい、相手にしていたというね、そんな校長先生がおりましてですね、まあ元校長先生がおりましてね、何ですか、もう全部で12,600人と、あえて言ってしまいますけど、やってしまったというね。で、12,600人を全部回春ってやつですね。要するにお金出してね。これ、横浜のさ、一律の学校の先生だからさ、給料ってどっから出てるかって税金じゃんだってさ、これさ。まあ、給料をどう使うかっていうのはその人の勝手みたいなところあるんだけどさ、いうようにことがあって、ここにそんなに随分お金使っちゃったねっていう。しかもこれどうなんですかね。これ、何費で落としたとかそういう話って伝わってこないんですけれども、ひょっとしたらなんかね、そういう、なんですか、確定申告の時は何かのそういう研修費の類とかでですね、申告してた可能性というのはまあなくもないのかなというね、ちょっと想像で物言ってますけれどもね。でね、まあけしからんという論調が先行するのはそうなんですけれども、実はね、これさ、その報じるマスコミとかによるんだろうけど、まずはそのね、女性誌あるいは普通の一般の新聞とかですよ、朝刊が入ってくるような、あとは有刊誌とかスポーツ誌とかによって報じ方って変わってくると思うんです。でもね、あえて言っちゃいますけど、俺的にちょっと気持ち悪いなと思うのが、ほら、今、草食男子をさ、叩く、その、対局の肉食女子みたいのいるじゃない？ああいう人たちがさ、なんか、ほら、こんなバリバリゴリゴリのさ、肉食の人をさ、声高に礼賛したりしないじゃん。それがなんか気持ち悪いんですよね。装飾が気持ち悪いって、装飾の男子を否定するんだったら、対局にある人のことはさ、絶賛してくれよ。じゃねえとさ、辻褄合わなくね？
で、あと思ったのがね、こう性欲方面にさ暴走しちゃうね先生職業の人ってよくありがちなのが、あの愛人加工じゃない。で愛人加工にのとまたこの人そのなんだ一方的な回春ばっかっていうのはまたこれ対極に位置するところであって、よくほらタレントさんでもさすごいかっこいい役ばっかやってたりするんだけど、実はあの愛人加工ってあの隠し子がいるようなタレントさんとさ、一方ではなんか本当にもう下ネタばっか言ってんだけれども、あの実際女関係っていうのはそのめちゃくちゃになってなくて、あの風俗通いが好きなタレントさんとかねまあまあそんな区分けがなされたりするんだけども、そこへ行くとねそういうねなんかねあの変態と言われる先生の中でもですねなんか二通りの人種が存在するのかななんて思いましたね。うん。でまあ何が言いたかったかというとね頼むこれ税金なんだから元たどると税金なんだからさ血税を請求しないでくれっていうのいうとこです。超ブレイク塾ポッドキャスト笑うビジネスマン。次の先生の話題です。性欲の次はですね、あの禁欲ですね。禁欲ってあの欲を禁じてる方じゃないですよね。我慢してる方じゃなくて金の欲ですね。ね、それこそもう税金なんだから何とかしてくれって話なんですけども、まあ禁欲ないし名誉欲か、肩書きに執着するみたいなね。あれですよ、あの何話のエリカ様というね、ちっともエリカ様に似てないじゃないかっていうのがまずクレームになるよね、これね。でその今度はさ西岡澄子に似てるっていうさ、あの話が出てますけど、これ西岡さんの方が綺麗だよ、はっきり言ってさ、細くてさ、うん。でさ西岡さんはさ、あの俺お笑いライブやってる時にさライブ2回ほど出てもらったことあるんだけど、こういうねあの傲慢さが欠片もないからね。めちゃくちゃ腰低くてさ、で楽屋とかでもほんと静かなので、あれ本番前なのにいないと思ったらですね物置みたいなところで一人でブツブツ練習してたっていうね、そういう人なんですからね。もう西岡澄子とはね似ても似つかない、これだけはねあの西岡さんの名誉のために私は言っておきたい。うん。でまあこの人何がすごいというとね、ウイルス性胃腸炎であのね議会をサボったくせにですね、まあ、サボったっていうのはあれか断定的な言い方が欠席したにもかかわらずですね、その後ショーバフと居酒屋を3軒はしごしたというね。で次の日にはもう公設秘書とデート、秘書とデートっていうのもすごいですね。まあこれ橋本さんのコメントがさ、そのほら議員給与のことをさ持ち出してるから、まあミスリード的にちょっとやっぱ金のことばっかり、頭いっちゃうところはあるんだけども、この人自体のコメントがさ、その議員としてのね身体を突きつけられた際に、法に触れない限りは議員の身分は奪われませんっていうね、これが頭きますよね。法に触れなきゃお前何をやってもいいのかというね、そこですよね。えでそのだからさ、身分奪われないとしてさ、じゃ例えばお前給与を返上するとかなんかやってくんないとさ、その給与ってやっぱ血税なんだからさ頼むよって、うん、これ言っときたいですよね。まあ、その善意のお金じゃない、言ってみればさ国を良くしてもらいたいからその人にっていうところじゃない？っていうところで言うとさ、国会の事案でも先生の事案でもないんだけど、ペットボトルの NPO、 ペットボトルをそのワクチンに変えるというね NPO がまあちょっと不祥事やらかしましてね、これなんか本当善意で集まったもので、ワクチンにしてもらえるからということでペットボトルをですよ、あんなもん別にもうゴミ捨てりゃいいものをさわざわざ分けてさ送ったりとかしとるわけですよ。ところがそのちともワクチンに変えてない、別の使い道みたいなのをその記者会見では言ってんだけど、じゃあその明細みたいなところについては全く公表されてないっていうね。でそれについて思ったのは、なんというかいわゆるその公僕的なものとか社会貢献みたいなものって、あと NPO とはちょっと違いますけどボランティアとかね、で特にお金がいっぱい動くような場合は、あの別にほら皇居掃除するとかそういうので別にいいじゃないですか、大層のお金も動くわけでもなく。
実際に誰かからこう集金してそれをこう使うっていう時にはその人が今までに扱ってきた以上のお金が集まってしまうとよろしくないというか、要するにだからその月収20万円ぐらいとかで例えば働いてた人が目の前にその1億円集まってしまったのを見た場合はこれ魔が差してもしょうがないんじゃないかなっていう人間の特性上思うんですよね。うん、だから例えば黒柳徹子みたいな本当の金持ちがユニセフとかやるのはいいと思うんですよ。あの人だって別にさ徹子の部屋やってる方がいっぱいお金入ってくるんだから、その募金で集めたお金を猫ババするっていう動機もないわけで、ところがもともとお金にご縁がないような人がやってしまうと、これ必ずしもじゃないですよ、まあ、人間弱い動物ですからね、魔が差すみたいなところっていうのはまあまあ考えられるところで、この NPO の人にしてももともと崇高な理念で立ち上げたかもしれない、なんだけれどもいざ自分が見たことない大金これを目にしてしまった途端にこれ私は全部自分のお金じゃないかみたいな、好きに使っていいお金なんじゃないかっていうね、魔が差してしまった可能性っていうのが一個ある。で上西議員ですけれどもね、この人は完全にもう魔が差してますね。アフター魔が差したみたいな。なんでか。だってさ、この議員やってる間に5000万貯めたとか言ってんだよ。貯めるお金じゃねえじゃん。ねえ。であればさ、またこれ不正を是認するようなこと言うとまた俺ディレクターに怒られるかもしれないんだけど、ほら、本来金かかってしょうがないでしょ？献金もらわなきゃやっていけないようなやつで、仕事じゃないですか、政治家って。現状、システム上。ね。法律的にはなんかいろいろあるんだろうけど。だこの人は、その5000万貯めないで、未然に切ってでももっと国を良くするためになんかするべきなんですよ。それ貯金額自慢されてもさ、おかしいだろって。本来資産ゼロでもさ、後援者が食わしてくれるぐらいでいいと思うんだよね。それだけの仕事やってればですよ。うん。なので、要は人から預かったお金のね、使い方。それはあなたのお金じゃないんだよというふうに言いたい。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。まあ欲といえばね、まだまだあって、まあ、フィクションの話っていうのはね、大体ね、実際に起きてるノンフィクションのことをね、揶揄したりデフォルメしたりっていう、そういうもの多いですからね。例えばまあこの間も仮面ライダーの話したばっかですけど、悪の組織ね、あれなんかもう欲の塊じゃないですか。支配欲ってやつですね。もう地球を征服してやろうみたいなですね。ただ、あれさ、裏返すとさ、世界一になってやるっていうところの目標のさ、表裏一体じゃねえかっていう。うん。世界一の売り上げを上げるみたいな話をするとなると、結局はその、世界の富の何分の1かを自分の懐に入れちゃうみたいなさ、そういうところに繋がってくるわけですよ。もう欲の塊ですよね。でひょっとしたらそのほらすごい、みんなの役に立つようなことをやって、まあ、その対価としてお金を得てそれで止める超えるっていうことであればね、まあまあいいのかもしれないんだけども、でもそういう人ってさどれだけいるかっていう話になるとさ、やっぱり少なからず私腹を肥やしちゃってる人っていうのはいるわけですよね、まあ、そういう意味でヒーローものなんか見てると悪の組織のスキームってさ、目標達成、自己啓発の目標達成の世界、あれとさ、スキームとすっげえ似てるんですよ、あれ。ね、こう、壮大な目標を掲げて、それに向けて日々行動するじゃん。でも一人じゃ無理だから、組織立ててやっとるわけですよ。うん。で、まあ、それはまあ、正義のヒーローに邪魔されるんだけれども、まあまあ、あれか、砲撃の方っていうところで言えば、まあ、阻止されるわけなんですけれども、阻止されてもまためげずに再チャレンジするというね、次の怪人を送り込むというね、
これ実はね、なんか目標を達成したい人っていうのは、ウルトラマンとかね、仮面ライダーを目標にするんじゃなくて、ショッカーですよ。うん。ショッカーの行動パターンみたいなのをね、目標にすると実は、あなたの目標を達成に近づけるんじゃないかというね。うん。まあ一方でね、それをだからその野望を阻止するね、その正義の味方とかヒーローっていうのは意外と欲がないんですよね、意外なほどね。で、まあ、いろんなバリエーションがあるから、例えば仮面ライダーなんかでももうその警察組織の中で仮面ライダースーツをね、開発する部署があって、それを着用して、もうだから国から金もらいながら戦ってる公務員みたいな人もまあいるんだけども、基本的にはやっぱりなんかのきっかけでもって巻き込まれて、職業で言うとさ、ニートとかフリーターみたいな人が、一方で仮面をつけて正義のために戦っとるわけですよ。で、一方でね、その悪の組織の末端の戦闘員なんかはもう、ほら、ね、もうブラック企業のペイペイの社員みたいなもんでさ、まあ、この人たちひょっとしたら正社員でさえもない、ね、非正規雇用のね、うん、でしかも死んでも労災も何もないみたいなね。なのでこれなんかのね、そのヒーローもの見て思ったのは、最近見て思ったのはそういうとこですよね。やっぱこれなんかのこれ社会を揶揄してるとか、まあ隠喩的なところがあってね、あなたは生きるにあたってね、どこにポジション取りたいか、ある程度犠牲を払ってでもね、何か目標や野望を成し遂げたいのか、それともね、誰かがその目標や野望をね、達成するための歯車とかね、末端の戦闘員で終わってしまっていいのか、あるいはもうそれとは関係ないところでね、もう誰かのために美しいまでの自己犠牲を払ってでも戦うのかみたいなね。うん。なんかあれ見て、ヒーローもの見てもですね、それぞれのキャラクターをね、自分に置き換えるとね、なんか見えてくるものってあるんじゃないでしょうか。超売れ塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。で、思うんですよ、まあ、そういう資格云々のね、国家資格云々の、まあ、先生職業以外にも、まあ、何らかのカテゴリージャンルの第一人者とかになれば、やっぱりこう先生と呼ばれたりするわけですよ。そういうものを全部含めての先生職業においてね、まあ出版なんかもそうだ、講師もそうだ、まあ、その先生と呼ばれるポジションまでってみんなすっごく努力してると思うんです。で、それはそれを目指す人にとっての一つの目標であり、真似するべきところであり、学ぶべきところであり、言ってみればまあ美談ですよね。それが先生になってからの魔が差した行為によってですね、その美談がぶっ壊れるんですよ。うん。で、なんかこの人はこういうなんか苦労して努力してこうなったっていう美談がある一方で、でもその後のこういう生活態度を見てると、実はなんかこれもなんかインチキしてなんかこうなったんじゃないのみたいな、そういうね、懸念が持たれてしまうわけで、これはだから、立派になったあなたに対して憧れた人たちにとっても、すんごい残念な話なんですよ。うん、私もそうですよ。先生と言われるレベル目指してます。なのでなるのは先だけど、なってからもね、ちゃんと守るべきところは守っていこうと、きちんとしなきゃいけないところはきちんとやっていこうというふうに思います。まあ、その前にね、今日はね、血税の話とかしましたけど、すいません、今回確定申告やってね、会社も決算やりましたけど、大した金額納めてませんね。もっとがっつり納められるようにね、その上で先生と呼ばれるみたいなね、ところでね、今年ちょっと頑張っていきたいと思っております。超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマンということで、今回は欲の話とね、先生商売について語ってみました。次回も成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートお伝えいたします。バックナンバー等々お聞きいただく場合は超ブレイク塾でご検索ください。感想もね、どんどん
メールでお寄せいただいても結構ですし、 Facebook のね、私のページに書き込んでくださっても結構です。ちょっと広めたい、よろしくということで、お相手は超ブレイブ塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。